さて、この話がどれほど怖いか、ちょいと耳を貸してくれよ。町の裏側には、うさままって言われるタイプの女がいるんだ。メンヘラつうか、自己中で、なんちゃってギャングみたいな奴ら。で、このうさままたちにやっちゃいけないことがあるんだけど、それは彼女らの裏側に踏み入ることさ。話は、俺の友人が新しい彼女をゲットしたことから始まるんだ。彼女、見た目はまあまあ可愛くて、でもちょっと目つきがきつめで、何かヒステリックそうな雰囲気が漂ってる。その彼女、実はうさままだったんだよ。俺の友人ははじめ、彼女のちょっとした変わった行動を可愛いと思ってたみたいなんだけどね、徐々にその行動がおかしいことに気づき始めてさ。俺に兄ちゃん、こいつマジでヤバいかもしれんとぽつりとこぼすわけ。でもな、その時にはもう遅かったんだよ。ある晩、彼女を家まで送り届ける途中で、なんか彼女が変なんだって、なんかわけがわからないことをブツブツ言ってる。それから、彼女は急に叫び始めて、悪口やら何やらを言って、俺の友人に襲いかかるんだ。彼女が叫んでる間、迷信じみた言葉が混ざってたんだけど、それが重要なんだ。うさままたちは、何かしら儀式とかそういうのに、マジでハマってるらしいんだよ。俺の友人はもう、それがどういう意味なのか、何をしてるのかわからなくて、ただただ恐怖していたわけ。次の日、俺の友人はもうその彼女とは連絡を取らないことにした。でもさ、その選択がさらに恐ろしい出来事につながるとは思ってもみなかったわけで、数週間後、友人の部屋から奇妙な声がするって話が回ってきたんだ。彼の部屋に入ってみると、天井にびっしりと怖い絵が描かれている。絵の中心には、ウサギの耳を持つ女の顔。それがウサママのシンボルだったんだろう。しかも友人は、どこを行ってしまったのか、彼の姿はどこにもなかった。友人が残していたノートには、ぐちゃぐちゃに書かれたウサママの決まり事と、何かの呪いのような言葉が書かれてた。部屋の隅には、つぶやき続ける人形が一つ、彼女の姿を模してバラバラにされた状態で放置されていて、その周りにはまるで供物みたいに古い写真やろうそくが並んでいたんだ。そっからさらに数日経って、近所で変わった噂が流れた。夜中に女の子の笑い声と、人が追いかけられてるような足音が聞こえるって。でも振り返ると、そこにはウサギの耳をつけた女の霊が立っていて、目を見ると身動きが取れなくなるらしい。でねんでね、その後で俺の友人から連絡が入ったのがさらに怖いんだ。彼からのメッセージには、助けてくれ、ウサママの呪いから逃れられないんだとだけ書かれていたんだけど、そのメッセージの送信元を調べたら、もう使われていないはずの廃墟から送られてきたんだよ。怖くなって、俺はその場所へ行く勇気が出なかった。しばらくしてから、また違う友人から知らされたんだけど、俺の友人の名前で契約された携帯電話が見つかったんだって。でもその携帯は、なんと火を通された焼き跡から発見されたと。誰も彼を見ていないし、ただ携帯だけが黒焦げになって残されてた。これ以来、俺たちの間ではうさままに関わるなというのになった。言い伝えによると、彼女たちには呪術に関する深い知識があって、一度恨まれたら終わりなんだって。俺の友人は、何かを知りすぎたか、彼女のルールを破ったか、あるいはただの不運だったのかもしれない。それから彼のことを知ってる人たちは、夜中一人で歩くことを避けるようになったし、怪しい女の人と出会ったら、すぐさま距離を置くようにしてる。だけどね、この街の暗がりで耳を澄ませば、時々、遠くで誰かが必死にうさままの呪いの言葉を唱えている声が聞こえてくるんだ。あの日以来、俺の友人の姿を見た人は誰もいない。彼の家はもちろんのこと、携帯電話が発見された廃墟からも、彼はまるで消え去ったように跡形もなかった。夜な夜な響くうさままの呪いの声は、この町に住む者たちを恐怖でいっぱいにしてる。それから、俺たちの間では、もし自分の背後で誰かが看病と囁いたら、絶対に振り向いちゃいけないって暗黙の了解ができたんだ。その言葉を聞いた者は、うさままに取り憑かれ、次第に狂気に飲み込まれていくって言われてるからな。だから皆、
くれぐれも注意してくれよ。特に一人で暗い場所を歩くんじゃないぞ。この話を聞いてから、もしもおかしな女の子と目が合って、彼女が耳につけたウサギの耳をいじりながらチラリと笑ったらすぐにその場から離れろってことさ。何があっても声に耳を貸すんじゃない。その笑顔の裏には、お前を地獄の底まで引きずり込む恐怖が潜んでるからな。ウサママは決して単なる都市伝説じゃない。彼女たちの存在は、睨みを聞かせて恨みを晴らすためにこっちの世界に留まってるんだ。最悪なのは、その笑顔を見たらもう手遅れかもしれないってところだ。頭の中は呪いの呪文で埋め尽くされて、正気を失っていく。ある夜、その声が自分を呼んでいるのが聞こえたら、それが最後の晩餐になるかもしれない。今回はここまで。次回もウサママの恐怖体験を紹介。このチャンネルでは大人気のウサママの雑学シリーズやタマウサの世界の旅シリーズ、海外の方に向けたグルメ動画を毎日配信中。いいねとコメントで応援してください。そしてチャンネル登録して次回の動画を見逃すな。生きる気力につながると思います。